東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。男子のサイクルでは8のサイクルです。まず8歳、実際、今ね、年齢で言うと7歳半前後なんですけども、腎の気が強くなり始めます。腎の気が弱いだとすると、腎の気って収縮する気です。水の気ですから、肛門とか尿道の収縮する力、これ全部腎の気です。だから腎の気が弱いと収縮する力が弱いですので、だから子供の場合はおねしょをするということがよくあります。これはなぜかというと、腎の気がまだ成熟してないから腎の気が弱いためです。腎の気が強くなってくると、7歳8歳のあたりから、だんだんおねしょをしなくなります。ちゃんと自分でホールドできるようになります。その腎の気っていうのは、だいたい平均 の7歳8歳前後なんですけども、弱いだとすると、もうこの生まれて先天的な体質あります。ただ小水の年が生まれてきた場合だとすると、腎の気が弱いですから、この場合はもしかして9歳だか10歳になってやっとおねしょしなくなります。この先天の体質次第で早くできる子もいれば遅れてる子もいます。28、つまり16歳になると腎の気が強くなってきて、天気が訪れます。天気も同じです。ホルモンです。女性の場合も天気で、女性ホルモンとしては13歳14歳あたりは来ますけれども、男性の場合は15歳16歳あたりに来ます。この時に性気強くなりますので、だから異性とかそういった現象起き始めます。腎の気が強くなるわけですから、子供もちゃんと作れる体になります。38、例えば21歳の時に腎の気が平均になってきますので、筋と骨、筋というのは肝の機能です。骨というのは腎の機能です。この時は筋の方が力強くなりますし、骨の方は強い。そのために親知らずも出始めます。48で32歳の時に筋と骨が一番強い状態で、筋の方は肝の機能、骨の方は腎の機能、肌ではこれは肺の機能、肉の方は土、つまり火の機能です。肺と火の機能も一番ピークの状態になります。で、58、つまり40歳の時に腎の気が衰退します。髪の毛っていうのは肝と腎の機能両方です。髪の毛伸びるか伸びないかっていうか、これは肝の働きです。髪の毛は白くなるか黒くなるか、これは腎の働きです。髪の毛は抜け始めます。そして五行っていうと水、星、木です。水の方は腎で、木の方は肝です。つまり水の機能が弱くなってくると、水性木ということができなくなりますから、で木の方も一緒に弱くなります。で木の火弱くなってくると髪の毛は抜けやすくなりますし、水の気が弱くなってくると髪の毛は白くなってきます。あと歯の方も脆くなります。歯っていうのは骨の一部ですから、水の気、つまり腎の気が弱くなってくると骨の方も弱くなります。歯の方も脆くなります。48歳になると陽の気が上の方から弱くなり始めますので、顔の方も水分の調整する能力を失ってしまいます。ひげとか髪の方も白くなります。で、78って56歳の時に肝の気が衰退していきます。つまり筋、これ肝の機能ですから、筋の伸び縮みの力が弱くなり、で天気の方はなくなりますので、精子の方は少なくなってきます。腎の機能も衰退していて、88で64歳の時、歯も弱くなりますし、髪の毛も抜けていきます。腎っていうのは機能としては、この臓という成長下臭臓の中の臓の機能です。つまり蓄えるという働きです。腎の機っていうのは、その水と収縮凝縮するという機能です。で、五臓六腑のエキス、全部この腎の働きによって凝縮されて蓄えられています。骨とか髄とか、これ全部栄養素を凝縮するための存在なんです。腎の方が強いであれば、精が、つまりエキスがたくさん蓄えられてますので、五臓の機能が強いであれば、腎の機能も強くて、ちゃんと蓄えることができて、で、余裕も出てきますので、精子とか作って外に出すことができます。
でも五臓の気が弱くなってくると、そういった外に出せるというものがなくなってきますから、その時筋と筋と骨の方も弱くなりますので、歩くのも守られないですから、子供を作るのも無理です。女子の場合は7のサイクル、男子の場合は8のサイクルで成長、下肢臓って成長していきます。その解説終わった後に校庭が3つ目の質問しました。その年取っても子供をちゃんと作れるっていう人はいるんですけども、これはなぜですかっていうことを質問したんです。でそれに対して疑惑は、確かに年を取ってますけども、もし気脈の方は全身の経絡でちゃんと通ってる状態で、腎の気はまだ余ってる場合だとすると子供を作れることできますよ。だけど普通の人の場合だとすると、男性の場合は64歳以降です、女性の場合は49歳以降だとすると、もう子供を作れなくなります。普通はそうです。普通はそうだけど、ちゃんとダウンに従って生活する人の場合は100歳になっても子供を作れますよと答えました。要は体の方の機能ちゃんと正常にキープすることができますので、年取っても子供を作れますよっていうことを答えです。確かに一般的に考えると、40代50代も子供を作れなくなりますけども、世界各国のニュースによりますと、例えばインドの最近のニュースなんですけども、男性で99歳でまだ子供を作ったという報道がありましたし、中国では女性77歳で出産したという事例もあります。ここ10年20年のニュースです。あとヨーロッパの方、女性70代でまた出産したという報道もありました。ですから気血の方が強い状態キープすることができて、機能をちゃんとキープすることができれば、年取ったとしても子供を作ることができます。年取っても体の方の機能をキープすることができれば子供を作れるよっていう話をした後に、どういった人たちをそうなるかっていうことを、幼女の4つのレベルの話をしました。4つのレベルは、一番上のレベルは新人です。2つ目の方は知人です。3つ目は成人です。で最後は賢人です。新人、知人、成人、賢人、賢人は一番低いです。新人は一番上です。上皇天心論の真っていうのは、この新人の真のことを意味します。新人のレベルだとすると、天地の陰陽の変化です。自ら把握して影響を与えることはできるという人です。知人の方は新人のレベルまではいかないんですけども、この陰陽の方に合わせて生活して、春夏秋冬の陰陽の変化を調和することができるというレベルです。成人の場合は天地に逆らわないで、普段その自分の情緒をコントロールして、多労して強い欲を持たないということと、あと精神統一するということをちゃんと意識していれば、この人たちはまだ100歳までは生きることができますよ。新人の場合だとすると、天地と同じ寿命を持つというふうに言われます。知人もそれを極めれば新人と同じぐらいの寿命を持つことができますけども、成人になってくると100歳ぐらいはいけるじゃないっていう話です。最後は賢人っていうのは、天地の法則、日月の動きに従って四季の変化ちゃんと意識するということで、寿命伸びることができますよということ書いてあります。この4つのレベルなんですけども、我々は普通に狙えるっていうのは最後の賢人のレベルかなと思います。これ上皇天心論の内容です。